スズムシを折ります。まず4分の1に長細く切った紙を用意します。こちらを半分に折ります。こちらの角を三角に折ります。こちらの辺とこちらの辺を合わせます。こちらを一度広げます。こちらの袋を開いて潰します。こちらを裏返します。こちらの折り目のところで折ります。裏返します。こちらの角を、一番上から少し下のところまで三角に折ります。こちらの角を下に折ります。こちらの白い部分が少し見えるようにします。こちらの角を三角に折ります。裏返します。こちらで完成です。